皆さんどうもコンコンチドイヒーです。今日はマイクラで対決だ。対決内容はレバー右左右左対決だ。楽しくなさそうな対決だな。そこまで言うんだったらイヤもあるのかい、アゴマンジュー君。誰がアゴマンジューだよ。じゃあ SCP-173 建築対決なんてどう？なんだ、僕がさっき言ってたやつじゃないか。言ってないでしょう。さっき言ってたのはレバー右左右左対決でしょ。それじゃあ戦いスタート。皆さんどうもバカバカっつバカキンです。やっぱりやるのねバカキン。今日も負けにやってきました。まさかの負ける気満々だった。僕が絶対勝てる相手としか対戦しません。じゃあ頑張ってお腹ピーピー作ってくよ。 SCP だからこんなんで大丈夫かな。 SCP ってどんなんだったっけ。なんか白くて赤かったはず。はい、できました。やっぱりひどいのできちゃった。これなら勝ち確定、ありがとうございます。 SCP 作りなんか余裕のよっちゃん89歳。よっちゃん年寄り。確かに173は作りやすいかもね。四角いブロックちゃちゃちゃっと置いていけばできそうだもんね。だからもう作らなくてもいいか。なんでそうなるんだよ、作りなさいよ。じゃあ今回はデカめに作っちゃおうかな。巨大 SCP だ。足は縦8の横8でいっちゃおうかな。それは結構でかくなりそうだね。妖怪くるぶし泥棒ぐらい大きいと思うよ。なんだよくるぶし泥棒って、聞いたことない名前が出てきた。一つの足がこれぐらいの大きさ。結構大きいの作るとなると時間かかるんじゃないの。時間かかるようだったら途中で諦める。頼むから最後まで頑張ってくれよ。足の高さは24ぐらいかな。足が相当高いね。ちょっとやりすぎちゃったかな。この高さに合わせなきゃいけないんだもんね。あこれきついかも。やめたくなってきた。ほんとめんどくさがり屋だな。めんどくさい僕天才、緑のお野菜チンゲン菜。ただ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 積み上げていくだけの作業、地味地味で時間がかかるなんて最悪の作業だね。もうこうなったら後ろはもう空いてていいか。手抜くんじゃないよ。魂抜くよりはいいでしょう。魂抜いたら死んじゃうからね。足はこんな感じでいいか。じゃあ続いて体を作っていきましょう。体は足からちょっと広がる感じね。足より適当に広げて作っていこうか。だんだん適当になりだしてんな。長さ適当、すべて適当、黒い砂糖はそれ黒糖。適当な歌歌ってんな。とりあえずはただ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 積み上げていくだけの作業。そして胴体完成。こんな感じでいいでしょう。なんか体短くない？確かに本当もっと長いよね。だけど短くなっちゃった大事な理由があるんだよ。なんだよその大事な理由って。だって長くするのめんどくさくなっちゃった。どこが大事な理由だよ。プリプリプリポンチ。お待たせしました、まだまだ僕作っちゃうよ。誰も待ってなかったけどね。これを見ながら作ればよかっただけなんだよね。じゃあ顔を作っていくよ。緑のブロック開いていく。いきなり緑、本当に見本見てるのかよ。確か紫色もあったよね。ない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 、本当に見本見てるのかよ。あと目は青だったっけ。見本通りにできてきたぞ。はい、できました。見本見てこれがよ、違う SCP ができちゃった。これは強さの SCP だな。負けてられないぞ。どう考えてもこれは負けだと思うけどね。それじゃあ顔作っていこう。なんか相当でかくなっちゃいそうで地獄ごく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 牛乳うめえ。大変そうだけども頑張って作っていくか。とは言っても見本見ながら作るだけだからいけるでしょう。そうなんだよね、これ見てブロック置いてきゃいいだけだからね。建築簡単おいしい牛タン0点取ったらアッポントン。
あとは目の色をどうするかぐらいだね。濃い緑に中は薄い緑か、濃い緑はこれぐらいの色かな。もっと濃い気もするけどね。そうなの？だけどもうブロック置いちゃったからやり直しできないよ。いやいや、これぐらいだったら壊してやり直せばいいじゃないの。作り直すのは犯罪なので無理です。別に犯罪じゃないからこれぐらい作り直したらいいのに。中はスライムブロックとかどうだろうな。なんかちょっと違うか。仕方ない、作り直すか。こっちは作り直すのかよ。犯罪だったんじゃないのかよ。じゃあガラスぐらいの薄さだったらどうだろう。ちょっと後ろが透けて見えちゃうのが嫌か。じゃあ後ろに羊の毛でもつけとけば大丈夫かな。こんな感じかな。なんか違うな。なんでだろう。外側の色濃くしないからだよ。なんで変えないかな。あとは残りの白い部分をどんどんと埋めてって。入ってきました。なんか体がちっちゃいね。なんかって面倒くさかったせいでしょうか。でも可愛い感じだよね。僕って天才。自分で言ってて恥ずかしくないのかよ。プリプリプリポンチ。僕も負けてられないな。もう負けだって。見本見ながらでも作れなかったんだから。じゃあレバーを置いて、はい、右左レバー右左対決やってる。それはボツになった企画だから。すごい勢いで右左やってる。もしかして右左検定1級かな。そんな検定ありません。よし、僕だってまだまだ作っちゃうぞ。まだまだ作る気だったんだ。じゃあガラスでどんどん作っていこうかな。もしかしてマグマ建築かな。なんでわかったんだ。もしかして超能力者。ドイヒーくんがガラスでなんか作るってもうマグマ建築しかないでしょ。それじゃあ思う存分マグマ建築のプロの力を見せてあげましょう。ちょっと大きめにガラスを置いてこの中をマグマを流していくんだよね。今回白い部分をマグマにしていく。だから白の部分の周りは全部マグマ。っていうか腕と体にこのままだと隙間ができちゃうな。あー、ガラスを置くところ間違っちゃってる。これがマグマ建築の難しいところで、おじぴちぱー。だから長年の経験がないとマグマ建築は難しいよね。そう簡単にはできないのよ。そもそもマグマ建築なんて誰もやらないけどね。白以外のところはブロックを置いていくよ。いい感じに顔もできたぞ。あとはガラスをどんどんと置いていって、マグマ流して流しまくれ。マグマフェスティバルをしたら、はい、完成。これがマグマ建築だ。これまたすごいのができたね。僕って天才。またまた自分で言ってるよ。というわけで今日の対決はここまで。今回の勝者はアゴマンジュー。なんで僕が勝ちなんだよ。君だってたまには勝ちたいでしょう。そもそも参加してないから勝てないんだよ。それじゃあ次の対決もお楽しみに。それじゃあまたお会いいたしましょう。バイバイバイ。パンパラピー。チャンネル登録よろしくお願いします。